井上周りでございますよ。どうも、ミルニーことノーミルク佐藤でございます。はい、やってまいりました、ミルアカーでございます。今日こちらの松田月プレスデザイン強さの秘訣を徹底解説、いや大分県のレビューいやーミルニーといえばね、全然ゼルツクでね、レータンもやってますから、これ。はい、そうなんですそういう見てのこれコラボ企画っていうことでいいですか <laughs> いはい、そういうことですね。リンク企画っていうことで,ですね。 はい。先日、私、あの、大分戦行かせていただきまして、まあ、ゼルツクの収録でもあったんですけれども、まあ、すごかったゼルビアってことで、今ね、G1 よりもやっぱり強いかもしれない、ゼルビア。はい。うん。一体何があったのか、どこが強いのか、いろいろ解説させていただければと思います。ありました。早速、いきしビラオコマンジュエチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい。まずは、このシェアの両チームのスタメン見ていただきましょう。こちらです。ドン。はい、出た。はい。左、ゼルビア、右取りにいたということになってますが、まずはゼルビアでございます。はい。 まあ、黒田さん流というかね、うん、まあ、いつもの、まあ、4-4-2の形でもありますよと。はい、えー、ビルドアップ、そしてね、ロングボールのうまいゴールキーパーのポープさんと、うん、空中戦の強いセンターバックのグティエレスさんとチャン・ミンギュ選手。うんはい、今回、あの、池田選手が実は試合後に、あの、リリース出たんですけど、全治3週間のおけがをされてしまったとのことで、うんはい、池田選手が離れて、えー、グティエレス選手とチャン・ミンギュ選手がセンターバックコンビということになりました。はい 両サイドバックがデュエルの強い、ディフェンスデュエルの強い奥山選手と尾長選手、はい、そしてボランチには刈り取りの上手い稲葉選手と、スルーパスの、ねえー、上手い高谷選手、うんで、オフェンスデュエルナンバーワンの平川選手と、えー、もう一人あの、ね、北九州であの先制しような活躍、今でも忘れております、高橋大吾選手、ツートップにエリキさん,キさんとあの荒木俊太選手が並んでおります、はい。で、大分はこんな感じの、いつも通り、ね、こちらも3、4、2、1というフォーメーションになっております。はいはい えこんなところで結果は3対1と、ゼルビアが勝った試合になるんですが、すごいコーナーキックがあったり、あと試合当初めちゃくちゃプレスしてたりだと、うん、もう半端ないディフェンスを見せてくれていたゼルビアでもあったんですが、うん、じゃあ冒頭で話した J1 よりも今、マツで強いよみたいなところ、一体どんなところにあるのか、マーさんにもお聞きの皆さんにもちょっと知ってもらいたいので、ちょっとここから話していきたいなと思いま,すありました。

松、えー、田の皆さんは何をしていたのかというと、大分があちょっと何をしてくるかなっていう、様子見というところから入りました。うん、実はちょっと、あのこの試合、難しいところがいきなり起こりましてね、はい、皆さんも。キックオフのピピーっていう笛と同時に、あの土砂降りの雨が降り始めました。うん、いや <laughs> すごいことだ。でしかも、面倒くさいのが、はいうん、天気雨。天気雨、そうでしたね、僕も別の場所にいましたけど、そうでしたよ、きょうは神奈川県内。 でプラス、東京ですけどねはねプラス、まあ、さらに面倒くさかったのが、うんうん、雨雲じゃなくて、雷雲も襲いかかるんじゃないかというニュースでもありまして、<ー>中断の可能性もあったっていうのがどうやら、ね、あったみたいなんですけど、まあ、結局雲はそれてくれたんですが、ちょっとそういう、ね、急な雨もあったから、相手がどう出てくるだろうってことを町田はまず見ることになりました。うん、で大分がまあ結局、ボール握るんですけどやって、最初からやってきた2つの根気があったんですよ。うん それが全く一緒で、ディフェンスやキーパーを使った上で、ボランチの弓場選手を通しながら、左ウィングバックの藤本選手にボールを回すというのが、大分のどうやら作戦だったような感じがありました。立て続けに2回同じ行動だったので、うん、おそらくゼルビアのこのピッチに立っていた皆さんも、あ、なるほど、大分は今日左側から攻撃したよね。はい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 。なんていうふうにちょっと見受けられるようになってきました。なるほど。はいうん で、なんで、そこからというものを、大分もやっぱり藤本選手に回したかったっていうのはあると思うんですけど、なんか町田の皆さんも、その大分の藤本選手までボールを回す分には、構わないよって形でボールを追いかけ回すことになるんですよ。はい。何があったかというと、うん、まあ、相手がやっぱり大分が基本的にボールを握れるチームなので、うん、大分がボールを持って、町田がプレスすることは、まあ、基本的な前提になるんですけど、左サイドファークの高橋大吾選手が、 え、この、え、大分のディフェンダーのこのペレイラ選手。はい。で、フォワードの荒木選手がセンターバックのウェービス選手、うん。あと、エリキ選手がデルラン選手みたいなところにこう、プレスを仕掛けていくことによって、いわゆる3対3の同数ってところをまあ生み出していくんですよね。はい。すると、やっぱセンターバックの3人にとっては、こう、パスコースがだんだんなくなってくるから、 まあ西川選手にずらしたりとかいろいろやりはするんですけど、唯一一箇所だけ町田の皆さん、パスコースを作る形、作らせる形になってたんですよ。うん、それが唯一こう、なんか荒木さんとか高橋大子さんを背中でこの野岳選手をカバーしつつ、唯一、この弓場選手へのパスコースだけはいいよ、パス通してもみたいなところで、唯一、ここだけ開けるんですよ。 で他の選手もちょっとずついろんなポジションにこうスライドスライドしながらってので、真ん中とかいわゆる大分の右サイド側にはパスすることを許さないんですけど、なんだかいろんなことやって藤本選手へのパスコースだけは全然許していたと、うん。 だって藤本選手はガンガンそれで攻め込んでこようとはするんですけど、そこになるとダブルチーム、平川優、奥山正幸という二人がその藤本選手を待ち構えていて、いわゆる1対2みたいな状態で彼からボールを奪って、そこからのカウンターというところが、前半中ずっとある意味では見つ、うん、なんか見受けられていたっていうのが。なるほどね。狙いところ。うん、はい。そう。だから大分としては、こう藤本選手で突破したいって形。うん、で、町田としてはそれを締め締めってところで、ディフェンスとエール力の高いこの二人でも待ち構えて、うん 奪っていったっていう形がありましたなんで、藤本選手が突破できるか、もしくは平川、奥山がどれだけ止められるか、ここが序盤の焦点だったんこれは町田としては、リアクション戦略だったのそうなんですよ、まあ、さ,さすがです、もん、うん、実はこれ、データにも残ってるのが、藤本選手が今、J2 で一番プログレッシブランと呼ばれる、敵陣でボールを持ち運ぶ回数がナンバーワンの選手なんですよ。 で、それに対して町田は、平川選手が、あの、J2 全、あの、攻撃的な選手の中で一番タックル数が多い選手。はい。で、奥山選手も、えー、全リーグ全体の中で、えー、ボールを奪った回数が10番目に多い選手ってことで、J2、うん、ナンバーワンのボールダッシュ陣だったってところがあったから、まあ、他の選手を町田ってデュエルが強いっていのもあるので、藤本選手で結局は大分は突破できなければ、大、うん、町田相手に点は取れないだろうっていう見込みもあったんじゃないのかなと思います。うん 多分ねただでもそれを結局は町田は封じ切って前半23分まででかなりボールダッシュができていたという,、うん、ということになりました。はいでそこまでいってどう,やどうにかこう町田がボールを奪う奪う奪うってことで、ま、なんとなく大分がちょっと今日の攻撃苦しいなと窮屈さを感じ始めた直後の前半23分、はい、あのいろんなところでバズってますけど、はい、町田のすごいコーナーキックが、はい。 生まれれまし選手でですすね、はい、そうなんですよ、はい、こずは、ね、ーー皆さん、このコーナーキック、とてつもなくすごかったので、ぜひちょっと覚えて帰っていただければ、はい、なと思います、はいはい。何が行われていたのか、ちょっとゆっくり話していこうかなと、はい、右側のコーナーキック、えー、町田ゼルビアのボランチ、高江レオ選手のキックから始まるところでした。うんうん、それぞれぞのの皆さんん立ち位置はこんな感じ え、白側のいわゆる大分の皆さんは自陣ペナルティエリア内に全員戻ってきてました。全員。はい。はい。で、町田は、まあ、エリア外ギリギリのところに稲葉選手がいて、うん、まあ、ポップ選手はもちろん自陣内にいて、あともう一人奥山正幸選手だけは、まあ、結構センターライン近いところにいらっしゃいましたと。うん、なんで、大分が11人、町田が7人かな、えー、ペナルティエリアの中にいた形になりました。はい、はい。ここで起こったことが一つ。 え、高江選手が今からボールを蹴るよってふうになっていたときに、平川優選手、このニアサイドにいる選手なんですけども、彼がまだ高江選手がボールを蹴るよってなってない段階で、ラインにこう、スススススっとこう出ていくような形で、前にいわゆるショートコーナーかなと思わせる形で、高江選手の方にこう近づいていくっていうのがあったんです。で、やっぱり平川選手が急にこのね、あの、内側から外にこう、キューンってこう飛び出ていくもんだから、 まあ当たり前っちゃ当たり前だけど、その平川選手をマークしてる選手も、それは平川選手にこうやってついていくじゃないですか、ね、まあ当たり前ですけど、うん、で平川選手が走った後その次、その後を追うように、今度はもうゴールキーパーをマークしていた今度、小長選手が、うん、平川選手に続いて、するするするンと2人目、うん、内側に、高井選手のに近づいていく、これまだ高井選手が蹴る前の出来事でございます。うん で、平川選手がスルーンと外に抜けていって、小長選手もスルーンと外に抜けていく。で、そんなところで、ようやく高江選手が助走をつけて、ボールを蹴るということになりました。はい、で、ただ、やっぱ、平川、小長と二人ともこうね、いわゆる高江選手側に近づいていくっていうのがあるから、もう、大分川としてやっぱ、この二人フリーにさせていっちゃまずいぞってことで、伊佐選手とか、藤本選手、うん、中川選手などなど、うん、当然ながらこう、ついていくことになるんですよね。うんうん でそうすると、ただ、もともとはこのニアゾーンっていうところですよね、はい、あの平川選手たちがいたところが、一気に手薄になっちゃうから、うん、そこ開けちゃまずいからってね野嶽選手がちょっと前に出る、うん、でキーパー前にいた大分のセンターバックの上ェ選手もちょっと前に出るなんていうアクションを取りました。うんうん、で、ただ、やっぱそうなってくると、今度、やっぱゴール前が空いてくるのでってことで、今度重田、大分の茂平選手と町田の高橋大吾選手が揃って、ゴール前へと前進してくるなんていうところが起こっている、うんえー でそ,のボールそしてこのキッカーの高井選手が蹴ったボールは、じゃあどこに向かっていったのかというと、ロングボールを蹴ったのではなくて、うん、やっぱり前にこう近づいていったこのナが平川選手のところへとボールがするするすると、ショートコーナーが行われます。すべ、うんうん、て点が決まるまでに前提として、デザインプレーだったってことがいったわけですよそ、ね、ういうことですね。うんうん、で、これ、得たのが、ショートコーナーで走ってきた1番手いうのは、平川選手ではなくて、2番目に走っていたナが選手です。はい で、オ長選手がボールを受け取った瞬間、やっぱり、平川選手やオ長選手をマークするために自陣で、ね、奥深くから飛び込んできた藤本選手や伊沢選手は、オフサイドライン的に言うと随分奥深くにいたので、まあ、まだまだボールを奪われ、奪えるような地点にはいなかったんです。 その時に平川選手はずいぶんこうね自分に高い選手側まで戻ってきたところはあったんですけど、小長選手がボールを受けたと見るや否がい否や、平川選手は後ろへと、敵陣奥深くへと切り返して、また戻っていくことになりました。うん、でそこにまた小長選手からボールを供給されて、平川選手がうちにボールを切り出していくなんていうシーンがあったりするんですね。結局、それを今度は荒木選手が、なんか気づけばフリーで,えー構えてで、ね、見えないところか出てできたんですね、うん、こうやってそこにたんです、ね。 そうなんです平川選手がなぜか振りになっていた荒木選手がボールを決めてゴールを決めていくということになりましたでこれ、じゃあこの平川お腹が内側というか、ニア側でばばっとたくさん動いていた反面、ファーサイドでは一体何が起こっていたのか、いわゆるなんで荒木選手はなぜ振りになっていたのかというところも、これには一人の影のそれこそ立役者がいらっしゃいました、それがですねこのチャン・ミンギュ選手なんですよ。 で彼、一体何ししたのかというと、女、はいまあ、長平川がたくさん動いていたり、高橋大吾選手がファーから真ん中に来てたりだとかってこともしてたんですけど、うんうん、実はですね、荒木選手はここからいわゆるね、ボーマとボールがこの尾長高井選手から女長選手、平川選手って回るときに、荒木選手は大すと、ペナルティーアーク付近からぐるっと回って真ん中に届いてるんですけど、当然、だからマークしてた野村選手だって、その荒木選手の方に本当は来なきゃいけないんですよ。 荒木が動いた瞬間、このチャン・ミンギ選手は自分のマーク、ペレイラ選手を捨てて、野村選手がっちりガードに回ります,す擦り切りしてんだ、今、映像見てますけど、なるほどね。 で、他にエリキ選手や<ー>グティエレス選手は自分の持ち場をずっとこう守ったりすることにより、大分の選手をピン止め、唯一荒木選手だけファーサイド側だったら動くことになって唯一フリーになり、うん、ななーキラほど平川選手からもらって決めたとうはいはい、はい。野村選手気づいてちょっと掴んでるもんね、荒木選手はね。そうなんですよね、ね、ミグ選手が中入って切ってんだね。そうなん<ー>体入れて止めたってのがあるから。本当すげえ。全員関わってるんですか、これ。そうなんですよ。えぇ。 で実はこのコーナーキック裏話として2日前の水曜、木曜段階から実は仕込んでいたみたいです。はい、でその時に実は荒木選手が全く決めることができずに黒田監督が荒木さんに葉っぱかけたんですって「はい、お荒木お前スター性がないな」なんてでそれにちょっとやっぱムカッときたのか <laughs> あのこの試合で結局2ゴール決めることになるなるなはいはい で黒田監督としては、もともと荒木さんって長崎創価大高校出身だったのがあってあ、のあの小峰監督のいわゆる教え子だったりするんですよね、はい。だから、黒田監督としては、そういう小峰さんにこう習ってきたようなフォワードであるならば、そういう負けん気の強さってところがあるから、そういうあえて発砲をかけたんだって、いつの間にうところも的な。 うん、そういうことなんですね。それがこのシェアで花開いてくれたというところもあったみたい。いこれ何度も見てますけどなんかすごいですね。た確かにこれデザイン。ピラッターはお腹が動いて、第イゴエリがチラッと動いて、荒木が動くからミンとグティエですがそれぞれ仕事してっていう。なんかバスケとか知らんけどバスケみたいっていうかね。 そんな感じありますよね。これ私見てもわかんないわ、これ。先生に聞いて初めてわかった、この先生。ありがとうございます。へー、なるほど。ちょっと、はい。見ましょう、これもう一回みんなさんね。しかもね、これちょっと面白いのがというか、実はここまでの町田ゼレビアってここまで数年間とかだったらコーナーキックをフリーキック回数ってのが一番多いチームだったんですけど、今年の黒田体制ではリーグで一番少ないチームだったんですよ。あ、そうですか。 それまではおそらく違うことを仕込んでいて、この試合からもしかしたらセットプレイに切り替えてきたっていう可能性もあるかなと思うんですけど、だから今まであまり繰り出してなかった方法論から点取ったっていうのもお見事。 かかなとこれだけ見事に決まるとセットプレー面白いなってなりますね、これね。そうなんですよね。ただこれ会場で一回見ても分かんないね、これね。<laughs> 決まったっていうだけで。ただね、これね、あ<ー>やっぱあのこのゴールが決まった後、青森山田高校出身のプロの皆さんがツイッターでやっぱり反応してたんですよ。あーー、はいはい、あ、また黒田さんあれやってきたり。黒田スペシャルだと。そうなんですよ。 で実際、これ、あの僕、あの去年、あのゼルツクさんにちょっと提供した資料なんですけど、いわゆる、うん、まあちょっと全部言っちゃうと、ほぼ今、話した話でしかないんですけど、うんうん、いわゆる青森山田でこういうセットプレーやってきたよーっていうのを、あ監督になる直前に先生教えてくれたやつだこれ、そうです。うん、なるべくそのパターンの一つだったんやっぱ黒田監督、奥義の一つを繰り出してきたわけだ。で、これやると、なかなか相手チームは初見じゃ対応できないんだなっていうのが。は すげえ。ね、かっこいい。今、まあ、何回も言ってますけど、かっこいい、これ。<laughs> へえ<ー>。これはすごいと思う。ちょっと森安ジャパンにもマジで教えてほしいなって思うぐらいに。らこれさ、だって一回見た時に、マ、ま、ジだって僕らの目が釣られてますから。そ <laughs> うなんだよね。わかりこないよね。わかんない。ある程度わかってなきゃ無理ですもん、<ー>これ、太陽さんの。うわーすごい。はい、っていうことをやっていた。<ー>そういうのがあります。面白いんだね、コーナーキックって。そうだね。こうやって見ると。 うん、だサッカーの面白さを一つなんか教えてくれた感じがありましたね。ああいでこのあと残り2点に関しては、はい、まあプレスでまあボール奪ってたってところがあるし、はい、まあ一応それ,も、えー、それも図解で今から話していくんですけど。はい ちょっとね、俺、あの今日はあの他の話は多分いろんなところ出るんです、出るつくさんでも出るので、俺、今日残りはこれ話したいんですね、はい、大分の選択肢を潰しまくる高橋大吾。ほおほおほ,うほ,うほう。お。俺、ー、ま、サ、あ、にも皆さんにもちょっとね、彼のすごさってことを教えてください。今の、実はね、高橋大吾選手、はい、守備がめちゃくちゃすごくなってるんですよ。あ、そうですか。それをちょっと伝えたくて持ってきました。はいはい、そのののののの先制点取っった後い、えー、いわゆる町田のプレスっていうのは、はい、この高橋大吾選手の 右腕を中心に行われたというのがありました。右腕を中心と、はいうことで見ていただきましょう。何があったのかというと、一点、はい、えって町田が取った後ってのは、大分はたくさんの形でビルドアップをしていくことになるんですよ。いろんな種類作って。なんだけど、それを高橋大吾選手の右手がすべて止めていくんです。 当然なのは、このツートップの荒木さんやエリキさんっていうのは、やらなきゃいけないことはたった一つで、やっぱりこう相手が3バックですから、そのうちの片方、ボールホルダーに1人がいくっていうところと、例えば、荒木さんがこうボール行きましたとか、エリキさんがボール行きましたとかあると思いますけど、要はパスする人と、パス出されそうな人っていうところに、この荒木、エリキっていう2人はえいわゆるこうプレス仕かけていくことになるんですけど、実はそれらをすべて操っていたのがあや操っていた。 そう。実はこの荒木、エリキはどうやってプレスに始まるかというと、はい、高橋大吾選手がどこにどうやって動くかによって、<ー>彼なんかスライドしてプレスを仕掛けるってことになっていたんです。へえそんなの分かるんだ、見てて。そう。で、<ー>立ち位置がね、異常なんですよ。<ー>何するかというと、高橋選手は自分のポジショニングで、例えばウェビス選手がボールを持ってますと、うん、なった時に、このウェビス選手から、 シゲ選手右ウイングバックの選手へのパスコースを自分の立ち位置、いわゆる背中でボールを切った後すぐ自分がボールあの、ダッシュしてボール奪えるぞって立場に行くために、こうペレイラ選手にずっと視野でずっとこうなんかノッキングを仕掛けるような形になっていくんですよ、ずっと見てる形。 でプラス右手で、このもう一人ボランチの野竹選手のところをずっと押さえてる形になるんです触ってるわけじゃないんだけど、うん、俺は今、視野でペレーラ見ていると、背中でシチを見ていると、うん、右手で野竹を確認してるからなってことを、ウォ、うん、ールホルダーの選手にある意味、伝える感じなことやっていくるんですよ。そこでちょっとあいつ、小ベ衛なっさせてるところに、荒木選手がこう仕掛けていって、うん、でもう一人のセンターバックのところにエリキさんが仕掛けていって。うん で、プラス、そうやって、じゃあ今度、ウエビス選手はもうボールのパスコースがないから、あとはこの結局はボランチ2人ということになるんですけど、うん、あの、そのところに、高橋選手がこの右腕をぐるぐるとちょっと動,動かし始める瞬間があったんですよ、見てて。はい。はい、いわゆるその瞬間っていうのが、俺が今から前にプレスしにかけていくから、後ろのボランチ2人を、君たちは野崎弓場のこの2人のボランチにプレスを仕掛けてくれと。うんうん。うん そうすると、いわゆる自分がガガガガガッとボールホルダーと方向にプレス仕掛けていくから、センターバックの選手は慌ててパスをしなきゃいけなくなるので、おそらくはこのね、もう他にパスコースないから、野崎け指輪の2択しかパスコースは残ってないから、後ろから早くプレス仕掛けてきてくれて、ボールのこのコースを防ぎきってくれ、なんてことをやっていくんですね。で、そのハンドサインが大体走行して、も大体この位置でパス奪えちゃうんですよ。 で、結局は大分としてはパスコースが全部なくなってくるので、一回ゴールキーパー西川選手まで下げるか、もうロングボールで伊佐選手の方とかも、とりあえず奥の方にパスを出すかっていうふうにしかなくなってしまう。だけどそれはもうロングボールだからある程度時間あるので、デュエル力の強い方が結局勝っちゃいますから、リーグでデュエルトップ10に入っているオ長選手、奥山選手、で空中戦強いグーティエレス選手、ミンギュ選手がロングボールは全部封鎖したって形になったので、うん 地上では高橋大吾選手の指示、空中戦では、尾長、奥山、グティエレス、ミンギュ。もしかすと、あの、あまりにも強すぎてラインを奪っちゃう。うん、で、結局は全部ボール奪って、町田セルビアのプレスが引き続けたというところが、ありましたな。なるほど、先生。はい。うん、これがータナイわけでございます。うん、また、あ、もう、サクッといけば、2点目のシーン。うん、はい。 このシーンでもやっぱり高橋大悟選手が相手大分がボールを持った選手にずっとプレスを仕掛けた結果、パスミスが生じてそれを荒木選手が奪ってゴールを決めるっていうシーンがありました。で、結局そういう近場でのビルドアップがあまりうまくいかなくなったからっていうところで今度生まれたのが町田の3点目で、 やっぱり今言ったような形というか、西川選手がロングボールを放ったところ、ンギ選手が空中で奪って、稲葉選手がつないで、平川選手にボールがやってくると、平川、リキ荒木、VS 大分のセンターバックの3対3というところが生まれて、平川、荒木と回ったボールが、リキ選手が左のこのペナカドあたりまで持ち込んで、そこからあとはシュートを放って3点ということで、ヒルドアップを奪う形、ロングボールを奪う形ってことで、3点、待ちだ奪っていくこととなりました。 はい、はい。今後はどこ見ていったら楽しく見れるんですかはーって思って楽しめるんですかもっと。もうこれやっていくためには、うん、もう、あの、町田の前線のメンバーが一体どういう意図というか、誰に対してボールを奪ってるのかなっていうところだったり、うん 2列目の選手がその腕を使ったり、その後ろの選手に向かって何かこうサインを仕掛けるケースがたくさんあったっていうのもあるので、2>, うん、え2列目、3列目の選手がその手だとかそのハンドサインみたいなところでどう動き続けてるのかなってことを見ると、なんか11人の連動性っていうところが分かったりするのかなというところでございます。ね、いいすありがとうございます。完璧ですね、先生。<laughs> いや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 ちょっと1.5倍ぐらいのボリュームでしたよ、今日は先生。はい、いや、ありがとうございます。せっかく行ったっていうのもありますからね。ねら熱がこもった作品を今日もいただきたいといます あと、ルツクさんの方では、えー、ゴールを取った荒、ね、木、うんえー、選手だったりだとか実は、えー、裏で、えー、チャンミング選手が何がすごいことをやっていたかっていうところもあったりだ黒田監督がすごい指示を飛ばしていたとかっていうこともおそらく番組の中で使ってくれるんじゃないかなと思いますので、はいはい、4月28日の放送を見ていただければと思います。ということでございましてこれからもね、もう町田の強さ。 注目してまいりましょうということで。はい。充実感を感じてましたね。今、黒田さんの表情も見てますけど。またやった。してやったりの時っていうのは和の出来方がやっぱわかりますよね。これみんなで練習してたんだって感じですよね。うーん。はははは。ね。い。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、お送りしてみるわでございました。井上真でした。ノーミルクサットでした。皆さん、ありがとうございました。また見てください。じゃあね、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。